ああこんばんは、マーティン。ダーノミャックウーボイー、キングタクです。東京オリンピック開催100日後1000年。開催まで100日後1000年。パート2行きます。今日は北島康介さんの凄さはもう、う競泳会も、自由形も、すんごい大したもんですよ。あの名言がよく思い出しますね、あの名言。超気持ちいいあの、アテネオリンピックがすごい。その次、北京オリンピックは、もう、なんも言えねえそれで金メダル取った瞬間。そして金、金メダルを逃してしまい、リレーでなんとか活躍し、 あの、当時、松田武司さんは、あの、こういうインタビューを言いました。こういう、新語流行語大賞を言いましたね。まあ、昴介さんを、このまま手ぶらで返すわけにはいかないですね。ねそれですね、それ。手ぶらで返すわけにはいかないという、インタビューありましたね、あれ。まあ、北島康介さん、引退して、今でも、北島塾、というか、チームというかな、っていうか、解説はしております。すごいですね。解説者としても大活躍してます。競泳陣の皆さん、ファイト 拜拜。Bye bye